はい、もしもし。あ、もしもし。はい。どうも、初突限定で、ちょっと 結構前から見てたんですけど、あら、そうなんです渋ってね。たものです。はい。ああ、お名前よろしいでしょうか。はい、ノアと申します。ノアさん。はい。はい、よろしくお願いいたしまお願いしす。ます。なんかね、すごくどうでもいいんですけど、はい。LINE の通話音のこの、フル HD ボイスっていうのになって、おお。すげえ聞き取りやすくなってるんですよね。それが対応してるのかどうか分かんないですけど。もうな、本当だ。LINE の方がいいんじゃないのかなって本当思ってて。おお。これを、まあ、対応なのかしてるのかしてないのか分かんないですけど、これがある人は、な、ね、えっと、な、な、えっと、な、なおさんでしたっけ？の、の、ノアの、での、す。の、ノアさんでしたっけ？全然もうよく分からない。ノアさんはどういう字を書けばいいのかな？あ、普通にもうローマ字で。ローマ字でノアさん、はい。ノアさん、よいしょ。はい、よろしくお願いいたしまお願いす。します。はい。では早速なんですけど、はい。これ友人から聞いた話なんですけど、はい。結構年齢が高い友人の方がいて、はい。40代後半の友人がいるんですけども、ほうほうほう。その方が、昔山の方で、走り屋の方やってまして、はい。で、朝の4時ぐらいですかね、はい。走っていると、催し、あの、トイレを催しちゃって、途中、左の方の脇の方を寄せて、森の方で用を足そうと、車を止めて、真っ暗なんですよ。朝の4時なんで、冬の4時だったので、真っ暗だったらしく、この時期に、人通りもなく、人通りというか車もなく、すみません、緊張しちゃって。大丈夫ですよ。俺も緊張してるかもしれ大丈夫か。ない。はい、多分大丈夫です。一旦落ち着きます。はい。はい。で、その友人が催してトイレの方、草の方なんですけども、はい。何もないので、山っていうか林ですかね。あ、林の方に、入って、トイレの済ませようとしたんですね。チャックを下ろして。で、その一通りの流れが終わった後に、シャン、シャンと、なんか鈴のような、何かこすれるような音って言ってましたね。が聞こえてきたらしく、なんだろうこれと。なんか、正面の方を向いて、左側の方から聞こえると。今林の方を向いてて、向い立ちて石て、もう多少の状態している。もうそれはもう終わった後ですか？まだ。 終わった後らしく、もうチャック閉めて、さあ帰ろうかと思った瞬間に、シャンシャンと遠くの方かな聞こえて、なんやろうと、ちょっと気になったらしく。で、奥の方をじーっと見るんですね。やっぱ嫁に慣れてなくって、まだ全く見えない状態なんですって。で、やっと慣れてきたかなっていう感じの、距離感がものすごい近いところで、なんかキランと光ったんですって。なんか金色っぽいのが光ったらしく。え、なんだろうこれと思った瞬間、それ、お坊さんだったらしく。お坊さん3、4人確かそれぐらいいたらしくって、シャン、シャンと、なんて言うんですかね、棒尺状というような感じ尺ですか状っね。ていうか何かそうですね。が、シャンシャンってなってるっていう。朝の4時にお坊さんここ通ると。で、びっくりしてもうそれで逃げ帰ったっていう話なんですけど、おととしかな。なんか動画があったらしく。夏の怖い話特集みたいな感じで、動画があったらしく。その動画があって、こんな感じ、こんな感じ、っつって。こんなのあったんよって言って、その話を聞いたっていう話でした。そう、2年ぐらい前、おととし2年前ぐ一らい昨年かな？ 2、3年前かな？今の。年じゃなかったと思うんですけど、なんか、夏の怖い話特集で、動画の特集かなんかやってた時に、たまたま見てた番組だったんですけああ、ど、テレビですか。テレビですね、地上波の方で見てたやつなんですけど、で、お坊さんが下からシャンシャンって上がってくるっていう動画があったんですよね。その動画を見た瞬間、友達これが、これっつって。何の話？っつって。なんかそんなのあったような気がするな。これって言われて。ほーって言った話です。以上です。なんかお坊さんのなんか読経が聞こえるとか、なんかそういったのはあるし、
このお坊さんが何か持ってこうシャンシャンと歩いてくるみたいなようなものは、まああるっちゃありますけど、これ林でしょ、一面目の前多分林なんでしょ、林でちょっとあの坂になってるみたいで、下りの坂になってて、で、あの暗くって分かんなかったらしいんですけど、はいはいはい、あのもう一回行ってないんで分からなかったらしいんですけど、でなんか下の方でなんていうんですかね、ちょっと水の音が聞こえるんで、多分川が流れてるのかなっていう、ああなるほどね、話は聞きましたね。でもなんかそのタッションしてて、うんうん、坊さん来るみたいな、なんかあれやべえ、俺やべえとこでやっちゃったかなみたいな、ちょっとなんか地蔵さんにかけちゃったんかなみたいな、ね、知らないところでなんかそういうようなものとか、うん、はあ、なんかバチ当たり、まあバチ当たりっちゃバチ当たりな敷地もあったりしますしねですね、うん、そんなとこでやっちゃったら、まず姿は音だけですよね音だけ、えでも姿は見たそうなんですよ、薄ぼんやり、なんかこう薄ぼんやりなんですけど、あ顔までは見えなかったんですけど、傘が見えてわーって逃げ帰ったっていう話を聞いて、なんか建物とかね、そういったようなところがあったり、うん、その深夜4時、深夜、うん、朝方の4時って言ってたんで、でもまだ冬だったんで暗いんですよね、あそっか、真っ暗だったんで、ね、なんかそういったような関係のあるような場所なのかな、だったのかなと調べても、なんか特に出なかったらしいんですけど、ああす地蔵さんもないかなっていう話をしてて、一応一回あのなんていうんですかね、ストリートビューでしたっけ、はいはいはい、あれでよチラって見えたんですけど、うん、あんまり見えなかったっていう話は聞いて、あそうなんだ、あじゃあストリートビュー通ってるような、うん、まあある程度道ではあるんでしょうね、道ではあるんですけども、まあ、そういうところに限って結構なんかね、うん、あったりしますからね昔ね、うん、で同窓心があってそこに、こもう朽ちた同窓心がゴロゴロって転がってたりみたいなようなこともあったりするんでね、それにたまたまぶっかけてたのかもしれないと思うとまたまたさらにちょっとヒヤッとしますけどねたまったもんじゃないですよ ねあすいませんっつって受けられた方もなっちゃいますけどねですね、いやありがとうございます、ありがとうございます、お見落としを失礼しました、いやまた何かありましたら、はい、すいません、はい、お願いします、ありがとうございました、はい、はい、もしもし、もしもし、はい、あどうも、はじめまして、はじめまして、西園寺と言います、西園寺さん、西園寺です、西園寺さんの西園寺はあの西園寺さん、あの西園寺です、はい、ありがとうございます、いやいや、なんか古畑任三郎に出てきた感じですね、よろしいですか、はい、大丈夫、すいません、はい、ごめんなさいね、ありがとうございます、はい、でお願いします、ですね、ちょうど今から15年ぐらい前なんですけども、15年ぐらい前に、はい、まあアメリカでですね、僕ちょうどアメリカでちょっと研究してまして、でそこであのまあたまたま僕があのそこのコンペで優勝したもんですから、その研究の結果がね、でそれでちょっとまとまったお金が入ったんですよね、少し、まあ、毎月あのいくらばかりのロイヤルティみたいなものがこう入ってくるようになって、でこれはこのチャンスになんか自分のやりたいことをやってみようと思って、まあ日本に戻って、でその毎月入ってくるお金で今までこうずっとやりたかったこう美術品の収集をやってみようと思ったんですね。でまあ、最初の1年目は、まあ、陶磁器ですね、あの小祝りとかそういうものをこう一生懸命集めて、はい、で収集やったんですけども、まあ、2年目になったらちょっとそれも卒業して武具をやってみようかなと思って、うん、刀とか武具をやってみようと思って、はいはいはい、でまあ甲冑を買ったんですね、はい、にいろいろと甲冑を2つぐらい買って、うん、でその甲冑を入れる今度箱が欲しくなって、いい箱がないかなと思って、はい、でたまたまそのヤフオクでねオークションだったんですけども、まああの見てたらいい感じのこう古い箱が出とったんですよね、出ててこれちょっと落札できるかなと思って、1000円だったもんだから1000円入れたらそのまま1000円で落札しちゃったんですよね、1000円で競合がいない競合いないもんだ、でそれをすぐ翌々日に送ってきまして、はい、でまあ来たらやっぱものすごい古い箱でね、あのいい感じの箱だったりするわ、はいはい、で
ちょっと蓋開けてみたら嫌な匂いがして、うん、で中見たら着物、古い着物と、うん、鈴が入っとったんですね。鈴が入ってて、うん、でちょっと嫌な匂いがしたから、まあ、ちょっと天気のいい日に干してみようと思って、そのまま蓋をして部屋に置いといたんです、ね、うん、そうしたところ、その日のちょうど夜中深夜の12時になった時ですね、ちょうど12時だったです、うん、12時にこう、まあ、女房と一緒にこう寝室で寝ったら、こうチレリンとこう鈴の音が聞こえたんです。どんどんの部屋から、置いてある部屋から。で、何の音って言われたんだけど、もうすぐピンと来て、まさかと思ったんだけど、そしたらまた次もう一回チリリンって音が鳴って、でもうちょうどもう電気消して寝るところだったもんだから、だからもう、そしたらこっちの部屋でチリリンとなるんです。すぐベッドの横まで来てチリリンって音がして。あれこれちょっとやばいぞと思って、うん、でこれ電気つけようと思って、電気をつけるためにこう壁に手を伸ばした時に、はい、首を下から上にグーンとこう持ち上げられましてね、何者かに。ほう。で、最初それ1回目です。首持ち上げられたのが1回目で、うん、でそのままちょっとの間持ち上げられて、でもうちょっと腹が立っていて、何やるんだって言って、うん、何をやるんだって、俺が何やったんだって言って大きな声出したんだけど、じゃあどうしたって言うから、まあ怖がらせるといかんと思って、ちょっと布団かぶって寝てなって言って、はい、で何とか電気つけたんです。電気つけて、はいはい、で何もおらんのですけども、そのなんか嫌な匂いだけをするんですね。嫌な匂いだけはして、でテレビを、その時ちょうど大きなテレビを買ったばかりで置いてあったんだけど、テレビをパッと見たら、テレビに、うん、なんていうかな、こうガキみたいな、うん、もう頭がもう本当にボロッボロになったような、もう落ち武者でもないし、うん、なんかガキのような感じの、なんとも言えんのが映っとんですよ。おーな、怖い怖いっていうか気持ち悪い。で、うん、もうとりあえずそれじっとしてどうしたらいいかなと、この部屋に おってこう、この部屋うろちょろされたら嫌だからと思って、とりあえず隣の部屋に僕も行って、うん、でこっち来いって言って隣の部屋に行こうかなと思って、うん、でそしたらまた隣の部屋でまたチリンチリンってなって、うん、で目には見えんのですね、うん、全然。で鏡にも映らんのです。テレビの、うん、消してあるテレビだけに映っとったんです、うん、で電気つけて、でそれでも匂いとチリンっていう音はしながら廊下をずっと歩き回るんです。廊下から、うん、キッチンからずっとと歩き回って、うん、結局朝の5時まで、うん、で5時になっ5時ぴったりの時間でファッと消えたんです、はい、何にも気配も何もかもなくなって消えて、でちょうど夏だったもんですから、慌ててこう窓を開けてね、はい、こう空気を通して、でその箱も開けずに、うん、もう一回こう包み直して、もうその日のうちに送り返したんですけども、はいはいはい、その買った人のところへ、はい、で電話してこうこうこうだったけどもって言ったら、うんうん、いやうちではそんなことなかったですけどねと言って見えたんですけども、うん、いや一晩だけだったんですけど、そういう経験をしましたね。で後日ですね、その、うん、僕が骨董のそういうものを習って勉強させていただいてた人がおられるんですけども、江戸時代からずっと道具屋を何代も続けてやっておられるという方がおられて、はいはい、その人にその話をしたんですね、はい、こういうことがあったと言ったら、はい、ああ箱かって言って、箱と着物だったらあるかもしれんなというから、どういうことでしょうかって言ったら、はい、その方が言うには、うん、水を吸うものにはつきやすいって言うんですね。ほうほう。だからまあその前にずっとこう陶磁器をやったんです。そんなこと一回もなかったですよね、はい、こう陶磁関係はね、はい、陶磁関係はまあ水は吸わないじゃないですか、うんうん、あんまり吸わない、はい、で刀でも絵がないものとか白鞘に書いて絵がないものはあんまり来ないそうなんですけども、はい、昔の絵がそのままついとるものはつきやすいらしいです、その方が言うには。で水を吸うものにつきやすいから、その箱だとかその着物が入っとったっていうのはなんかおったかもしれんなと言われてましたけど、いや
それまではそういうものは全く信じてなかったんですけど、あらいますね、やっぱどうも。あらいますか。いますね、どうも。確かにその、まあ例えば刀とかだったら妖刀とかって言われてますけど、それも昔からなんかそういった曰く言われがあるようなものとかっていうものはまああったりするじゃないですか。本当にそれで人を切ったみたいなようなものとか、衣類だとか。まして箱で、その箱が何、それ木箱ですか。木の箱ですね。あの武具だから甲冑が入るぐらいの大きな木箱です、はいはいはい、でっかいでっかいやつでしょうね。うん、ね、1メーター1メーターぐらいのやつかな、大きさとしては。そもそもその木箱を売ってたわけですよね。木箱だけですよね、その中にその着物と鈴を鈴が入って入れて送る。でこんなことがあったんだけどって言って、うちではそんなことなかった、しらばっくれんだてめえ。いや絶対なんかあったからだって。だってじゃないと箱だけじゃないですか。箱だけだね、買ったのが中身そんなんあるなんて思わないし、なんじゃらほいってなるわけじゃないですか。そうそうなんですよ。でまあもしそのまあ骨董とかやってる人なんでしょうからって言って、ね、着物もどういう着物かどうか分かんないですけど、霞のね、気味の悪い着物だったですよ、ボロボロの。ああ、なんでこんなの入ってんだろうと思って。もうだからもう、それじゃん。鈴なんて、完全に、ね、なんで鈴が入ってるのかなと思ったんだけど ね。鈴っていうのも本当猫がつけるようなあの玉のチリーンってやつですか。そう、もう古い、もう本当にあの干からびたようなね、真鍮の鈴だったですね。もうなんかもうボロボロなってるような。ボロボロなってるような、それが2つついて、ついたのが、それついたやつを持ってチリンと鳴らしてみたはしたんですか。いや鳴らしてない、全く、ね、全く鳴らしてない。見て、うわ、鈴と着物が入ってるんで嫌な匂いがしたから、とにかくあの天気のいい日に干そうと思ってね、開けて、でそのままとりあえず今日のところはと思って蓋閉めて、はい、そのまま置いといたんですよね、隣の部屋に、その倉庫みたいな部屋に置いといたんだけども、10人過ぎたらチリンチリン、もう部屋の中中全部、マンションなんですけども全部こうチリンチリン鳴らしながら。やっぱ木箱とそれがセット、まあ、その箱自体もその人の元に渡る段階で何かあったんですかね、ひょっとしたら、もし主なのかどうなのか、もう気持ち悪いから手放そうみたいになったのかかもしれんですね。それが14、5年前。そうですね、もう15年ぐらい、2003年のことですからね、15年ぐらいになりますね。2003年っていうとなんかまだもう2000年突入していると考えると、まあちょっとなんか新しいかなとか思っちゃうんですけどね。そうですね、なんかね、なんかこんな話があるのってなんか70年代80年代ぐらいのなんかね、そう もんなのかなって思いながら、もう2000年以降に起こっている話で、しかもまだそういったようなものがひょっとしたら今でも出回ってる可能性も、可能性はありますね、なきにしもあらずです。ただね、あの金縛りじゃなくて本当に首を下から上にゴーンとこう持ち上げられたんですよ、ね、それはもう こう上からガバッてこう首を掴まれてグンって引っ張られる感じですか。いや、そうじゃなくて、あの電気をつけようと思って体を上半身を起こしたんですよね、はいはいはい、起こしたらこう顎の下から手が入ってグッと持ち上げられる感じでね。あ、もう そのままグンと上に、グンと上に持ち上げられる。奥さん寝られて、もう寝てらっしゃるんですよね。寝てたけども、足を引っ張られたいってね。あ、奥さんもそれはなんか感じてた。あ、足を引っ張られたって言って、でもうとにかく布団にかくるまって、あの寝てなさいって言って、いや、のっけからもう1日目からとんでもないことがもう来た、その日に。はあ、だから12時から5時までだね、活動時間は。だいたいそれぐらいしか活動できんのかなと思ったんですけど。木箱とかそういったもの自体には何かこう、その作った方の名前だとか何かしら何も書いてなかったんですか。いや、何も書いてない、ただの木、本当に古い肩の木、もう古い、もう真っ黒の、あの、いい味が出てる感じの木箱ですよ。古い感じが出てる。いや、まあそれ全てなのか衣類なのか鈴なのか分からないですけど、まあ間違いなくそいつに何かが、ね、1000円で一緒についてきたって。そうそう。
恐ろしい。まあ、それ以来なんかそんな経験を何個かするようになって。あ、それ骨董絡みですか？うん、いや骨董絡みはもう一回もう一個あるんだけども、それ以外でもありましたね。それから、なるほど、ね、うん、それまでは全くなかったのが、うん、やっぱきっかけなんすかね、そういうのが。何があ あるんですかね、何かそういうようなものでのなんか扉が開くっていう、ね、うん、そうですね、話もしますけど、うん、あれいますねやっぱ。いや多分ですけどいると思いますよ、いますね。それはね。はあ、いやいや、ちょっとなんか面白いお話ありそうな。また、ぜひよければまた。はい。はい、よろしくお願いいたします。はい、またいずれ。はい。はい、どうも。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、します。はい、もしもし。あ、こんばんは。こんばんは。はじめまして。はじめまして。ちょっと今車の中から話してるんで、はいはい、もしかしたらガサガサうるさいかもしれないんですけど、多分大丈夫だと思いますよ。大丈夫です。まだ今止まってる状態なんで、ま、うるさかったらちょっと言ってもらえると。まさか走りながら？ですね。マジで。じゃあ帰り道なんで。そうなんですね。どっかで、ね、止めた方がね、こっちも安心できると思うから。逆に、なんかいろんな意味で怖い話になりそうですよね。そう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 。いきなりどんがらかしちゃうとかなり始めたらちょっと怖いんでね。あ、それだったらそれでまあいいかなって。いや、やめろ。やめろよ。まあ、とりあえず、ちょっと、まあ、短い話だけさせてもらおうかな。はい。じゃあ、お名前だけいいですか？あ、お名前、カリクビと申します。カリクビっておい。カリクビさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ちょっとですね、自分、ラッパー並みに、リアルを唱えるのが好きなんで、ちょっと結構スレスレのとこまで言っちゃおうかなって思うんですけど、あ、まあ、もしやばかったら助言もらえると助かります。あ、うん、まあまあ、うん、まあ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 、そうですね、ちょっとぼかしながら言いますね。で、はいはい、これは去年の夏の話なんですけど、はい、自分が、まあ、免許を取り立てでもないんですけど、まあある程度慣れてきて、友人、仲いい友人、自分含め4人で、はい、群馬の、うん、まあ、群馬に遊びに行こうってなって、自分山が好きなんで、はい、山に遊びに行ったんですけど、はい、で、まあ一泊はどっかしたいね、と、一泊じゃない2泊ぐらいしたいなっていう話して、はい、どっか泊まれるとこを探したんですけど、はい、まあ知ってる人は知ってるかな、群馬の山の中にあるコテージがザーって並んでて、うん、バーベキューができたり、うん、いろいろできたりっていう、まあうんちゃらかんちゃらっていう施設があるんですよ、うん、はいはい、でその施設にじゃあ行こうっつって泊まりに行った時に、うん、本当に山の中なんで、なんですかね、対向車来たらもうダメだなっていう道をガーッと登ってって、ほうほう、そこがあるんですけど、はい、行きの時にもう何もない、周りに何もないっていうの分かってたんで、はい、とりあえずコンビニ行こうって話をしてて、はい、でコンビニ行こうって話しながらガーって登っていったもんで、もう忘れてたんですね完全に、うん、でもうそのコテージに着いちゃいまして、うん、ああコンビニ行ってねえじゃん俺ら、はあはあ、でとりあえずその施設でバーベキューして、うん、夜のまあ7時8時ぐらいですかねになった時に、うん、コンビニ行きたいなって、やっぱりの飲み食いするもんが欲しいなっつって、うん、車で降りてコンビニに、一番近くのコンビニ行ったんですけど、そのコテージが大体1時間14分ぐらいかかったんですよ。遠いな。もう本当に遠くて、うん、まあクタクタになりながら行って帰ってきたら、もうそれこそまあ9時とか10時とかですかね、うんうんうん、とりあえず買ってきてみんなで飲み食いしていろんな話してて、はい、もうそろそろ眠くなってきたねって話しながら、はい、コテージがこうなんていうんですかね、2段ベッドじゃないんですけど、2段ベッドみたいなものが端と端に置かれてて、はいはい、もうこう結構な距離で友達と話すっていう感覚だったんですけど、はい、自分は、まあ、左側の下のベッドで寝てまして、はい、ちょうど横になるとこう入り口のドアが見えるんですよ、はいはい、で入り口のドアの横に、まあ、よくあるようなキッチンがあって、その上に、まあ、ガラス、すりガラスのようなものが、小窓があったんですね、はい、なんですけどやっぱ森なんで真っ暗なんですよ。でその施設っていうのもやっぱりうちらのこう気持ちを気遣ってというか、やっぱ真っ暗にするんですよね、街灯とかも何もなしで、
本当に真っ暗で虫の声が、聞こえたり、うん、まあ、あとはちょっとやっぱあの寒いというか涼しいというか、うん、そういう雰囲気で、うん、結構怖かったんですよ、はい、で単純に何が起きないかなっていう思いもやっぱあったんですけど、はい、ちょっと俺外出てくるわって言って3人に言って、まあ、懐中電灯を1個ちっちゃいの持ってたんで、はい、それを持って外出たんですけど、はい、まあ怖いんですよ真っ暗だったもんで。でやっぱり、なんか敏感になってるかは分かんないんですけど、その森の中からカサカサって聞こえたり、はいはい、なんかやっぱ聞こえるんです。あ、これやなんかなんか出たら怖いなと思って、うんうん、すぐ引き返したんですけど、森だし山だし森だしもうどうしようもなくて、はい、まあその他のコテージにはあの何人か宿泊してるような人間もやっぱいたんですけど、あ、やっぱあのみんなそのコテージの中でワイワイやってるような感じで、うんうん、で自分も戻って、じゃあまあそろそろ深夜1時ぐらいになるし寝ようかって言って、あの、ね、みんなで寝たんですけど、はい、2,3 時ぐらいですかね、夜中に目が覚めて、うん、結構あーっていう目覚めっていうよりかはほっっていうような目覚めの仕方で、うん、バッてこう起きるような感覚でも、何も大してそんなに怖い夢見たっていうわけでもないし、うん、あの何の気なしに起きたんですけど、うん、あのみんなで寝てる時にちょっとラジオをかけてたんですね、はい、でそのラジオがまだずっとかかってる状態で、うん、ああラジオやっぱそうつけっぱなしだと思いながら、うんうん、うどうとしてたら、あのさっき自分のこのベッドからドアのとこが見えるって言ったと思うんですけど、はいはい、そのドアのところのガラスのところに人型の影があったんですね。で、人型のって言っても肩から上、うん、肩から上で肩があって頭が見えるっていうようなシルエットが見えたんですよ、はい、で、あの結構寝ぼけてたもんで、あ、なんだあれと思って、で、携帯のライトでちょっと照らすじゃないですけど、うん、なんだろうみたいな感じでこうライトをつけようと思ったんですけど、うんうん、はい、もうめんどくさくなっていいやっていうので寝ちゃったんですそこで、はい、でそのコテージ1泊ではなくて2泊してたもんで、うん、であの2日目も普通に遊んで、その日の夜ですね、その日の夜にそういえば昨日あの人間のようなシルエットがあったなーなんて思いながら、うん、またこう同じベッドで横になってふと、まあ深夜ですね、ちょっと見てみたんですよ同じような感じで、はいはい、そしたら真っ暗なんですよ森の中なんで、はいはい、なんだけど真っ暗なのになんで昨日は人間のシルエットが見えたんだろうと思って、たとえ本当にそこに人間がいたとしても真っ暗でシルエットすら浮かばないんですよ、光源がそこにないわけですよね、ないわけですね、何も、はいはい、で あのよくよく考えたら向こうから照らされてたような気がしなくもないんですよ、それこそ向こうからライトを照らされてそのライトがあったからシルエットがくっきり見えたっていうような感覚だったんですよね、うんうん、でなもんでそこでうわってゾワッとしちゃって、うん、いやでもその後何もなかったんですけど結局、うん、その施設の人間っていうのは2人あの、まあ、そこの、まあ、一番偉い人ともう1人あの相方みたいな人と、あとはレストランの人間でやりくりしてたもんで、うん、その人間たちがこう様子を見に来たわけでもないだろうし、うん、深夜 2,3 時なんで外も真っ暗で一体何がどうなってそういう風になったんだろうって思いながらその日は終わったんですけど、はい、まあ結局そんだけの話なんですけど、はい、その帰り道というか帰る時に同じコテージの真横に女子大生ぐらいですかね、うん、3,4 人同じような感覚で2泊してる人間がいて、はいはい、その人たちもう来た時はすげえあーっていう女の子 あの群れのギャーギャーしてるような感じだったんですけど、はい、もう帰りがけになったらもうみんなどんよりしたような雰囲気で、うん、もう下向いて車でみんなで帰っていくような、うん、向こう何があったんだろうっていう感覚で、もしかしたらそのシルエットあっちにも行ったのかなって、うん、思いながらというお話でした。はあ、結構有名な場所なんですか。いやー、まあ群馬バーベキューとかで調べれば多分出てくるような施設なんですけど、まあ、いまいちその後にあの、まあ、どうのこうの何があったのかなっていうのを検索しても何もないところなので、はいはいはい、単純に森の中のコテージっていうだけなんですよ、うんうんうん、はい、もう絶対行かねえなんて言いながら
コテージの作りとしてはそのまあ多分2段ベッドがこう並んでて でその間にボンって空間があってあそうですまあ言ったらなんかそこにこう机っていうかなんかものがあってそこでなんかでその扉は外に直で出る扉ですかそれともキッチンとかの方に行く扉ですかあ直に出る扉ですね直扉ですか直扉ですねで多分そのガラスっていうのも木の枠がそこにあってでそこにそうですそんな感覚でもう間違いないと思いますなんかすりガラス的なようなものが一般的なコテージ閑散としてるようなコテージ、はいはいはい、多分すりガラスですよねですねもうさーっとしたような街灯はあるっちゃあるんですかあるっちゃあるんですよなんですけど夜はついてないんですよあ夜もうもう完全に真っ暗もう完全に真っ暗ですじゃあ消灯とともにぐらいの時間帯に全部そこら辺の街灯というか外の明かりはほぼゼロそうですね真っ暗になる、ま、バーベキューをした後ぐらいはまだちょっとついてたんですけど、はいはい、もう本当に夜中っていう夜中になると真っ暗でもうおのおの楽しめよみたいなような感覚だと思うんですけどはあ、はあ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 、なんでそもそも内側からの光で照らされてもシルエットは映らないですからねですもんねでもしそのシルエットが映ってたとするのであれば、はい、木のところにもシルエットそのガラスの下にもシルエット出てるはずですからああそうですねあの肩から上っていうのは肩から下のはあのなんですかねキッチンあの台所というか、うん、単純にそこにはガラスがなくてうんうんそうでしょ、うん、このそうあのなんていうんですかねもうそこが切れてるってことでしょそうですね切れてる、まあ、多分考えてるような感覚で間違いないと思うんですけどそのガラスのとこだけに何かがあるっていう映ってるっていうのでだったらやっぱ向こうにいて何かしらの、まあ、光源があるんだったら影になるっていうような仕組みなんでしょうけどこれ、ね、怖いのは、はい、白い影も嫌がるんですよはい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 その影というもの自体が、はい、他の色というかそれよりもまた全然違う色だったっていう可能性もあるかまあその、ね、寝てたからうんって言ってはいはいはい、まあ、まあもしかしたら寝ぼけで自分の頭がどうにかしてたのかもしれないんですけど、うん、確かにそう言われてみるとちっちゃい懐中電灯だったりあと茶色、うん、なんていうんですかねまあ褐色というかそういう色の懐中電灯じゃ、うん、多分そういう照らされ方はされないというか、はいはいはい、もう光源が見えて、うん、そこから照らされてるっていうような感覚になると思うんですけど、うん、自分のその見た光景っていうのが後ろからすげえどでかいライトをバッて照らされて、うん、それこそあの捕まえたぞみたいな時 の、うんうん、四方八方からライト照らされてるような、うんうん、あのでけえライトで照らされてるような感じというか、おそらくなんか何かしらその自体が白いシルエットなのか本当に後ろから光照らされてその影なのかもう一個、はいはいはい、バカみたいに飛躍した考えとしたら、はい、その大学生かなんかの女性まあ同じ 3,4 人ぐらいのグループが下で泊まってて、はいはいはい、最初の日はキャーキャー言ってたのにもかかわらず、うん、次の日もうドヨンってしてたって言ったじゃないですか、はいはいはい、なんかそこで起こってて、はい、で周りで何かそういったことが起こって何かカリコビさんたちのコテージの方からなんか聞こえるよねなんかすごいうるさいねでも全然この人たちの、出してる音じゃないよね中も暗いしでもちょっと様子見に行こうよって言ってスマホのライトでも照らしながらなんか様子を覗きに来たような時のたまたまのシルエットっていうようなそれだとしたら動いてないとおかしいですよねそうまあおかしいって言ったら多分まあそれこそおかしいんですけど、まあま、2,3 人で見るとしたらこうなんか覗くような感じだったりすると思うんですけど、うん、もうくっきり立ってるだけだったんです自分が見たらもう パキーンともう棒立ちですよ、ね、あいやでもなんかは怒ってたのかもしれないですねひょっとしたらですねさっきあのカノタさんが白い影がいるって言ったじゃないですか、はいはい、白い影のやつもいる、はいはい、もしかしたらまあそれこそ飛躍した考えなのかもしれないんですけど、はい白い影が後ろにいてその前にボスがいたみたいな感覚でもあるんですかねああそれはそれでじゃあ最低でも2体いるってことになりますからね 2,3 体はそれこそいるんですかねはあ。だから自分がそのライトを照らそうこっちもライトを照らそうと思ったって言ったのも、うん、結構やんなくてよかったなと思って、うんうんうん、もしそこで照らしてこうなんかこっちにいるよみたいな反応を示してたらそう
どうだったのかな、気づいてるよあなたにっていう意思表示ですよね、それはね。ですよね、うん、そう、ひょっとしたらもうもっとじゃあ本当にその大学生みたいな人と一緒でドヨーンって帰っていかないといけなくっていうかもしれない。それか一人欠損して帰っていくような感覚だったかもしれない、ね、で寝てるところの真横にもちっちゃい窓があったんですよ。ああ、はいはいはい、そこにいたら怖いですよね。ねえ、それはそれで、ね、もうそれはもうねえ、あったらあったでなんかそっちからも覗いてたかもしれないし、それが女子、その女子大生の軍団だったらよかったんですけど、うん、そのうちらを襲えなかったもんでどういうふうにしてだったらいいんですけどね。そうね、いやいや、まあそれだったらね本当に仮首うついてるんでしょうけどね。ですね、うん、なんでまあこれは多分コテージ、そのコテージに何かあるっていうよりかはやっぱり森だから何かあるというか、まあ、土地なのか、まあ、建物とか、土地なのか、その単純にこの話家でも起きる可能性ありますからね。そうですよね、なんかもう、はい、マンションというか、ま、窓があれば起こりうることですもんね。もうそうですもんね、うん、僕も窓でシルエット見たことありますけど、そいつはふわーって動いていきましたからね、はいはい、あ、うん、だいたい流動的じゃないですか影って、はい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 、なんか動くじゃないですか、なんか動きますよね、うん、でも止まってるっていうのでこう確認してもなんかそこにずっといるなっていうのとかはあんまりないのかな。ちょっとそうですよね、気味は悪いですけどね、いてそのままっていうのもね。なんかあったんですかね。ちょっと気になるな、ちょっと調べてみよう。そうですね、ちょっと多分すぐ分かると分かるっすかね、思いますけどね。あんまし、まあ多分今も全然やってるもんで、あんまし、うん、そう、あんまどこどことは言えないですね。ちょっとあまり営業してるところは言えないですからね。まあまあ、ね、かなっていうところで。なんでまあ誰かこれを聞いて行ってみたいなって思った人はぜひ群馬県のあるコテージのところの一番ちっこいコテージの一番右に行くと同じような経験ができるかもしれない。できるやも。ちょっと調べてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、運転中に気をつけて。ああ、そうですね。はい。また何かあったら。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、どうも。はい、失礼します。はい。はい。はい、もしもし。あ、もしもし。はい。あ、こんばんは。こんばんは。あ、すいません、初めてです。すごい緊張してるんですけど。はい、今日はね、初めての方ね、限定ですから、みんな初めてですよ、はい。大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、お名前言ってもいいですか？あ、音はいと申します。なぬ？音に、うん、愛です。音に愛、音っていうのはこう音楽の音に、音楽の音に愛する愛？あ、そうです、はい。音愛さん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、寒い？あ、寒いです。寒い、ね、外歩いてるんで、ね、え、外なの？はい、お家帰ろう。今向かってます。はい、大丈夫？大丈夫です。あ、本当、ガチャンとかっていう音が途中鳴るかな？あ、大丈夫です。なんないです。なんない、はい、もう、なんないです。もう部屋に着いてからでも全然よかったけどね。あ、大丈夫です。大丈夫、はい、もうね、寒空なのが怖い話しながらね。はい、より一層怖がりたいというド M な考えなのかな。そうですね。ちょっとド M です。ではでは、ちょっとね、寒いですけどよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。きっかけは、うん、小学校1年生の頃なんですけど、はいはいはい、今一戸建て建ててそこに住んでるんですけど、その前に一戸建ての借家を借りて住んでまして、はい、でその一戸建てがすごい怖かったんですね。ほう、怖いっていうか、もう私お化け屋敷って呼んでたんですけど。ボロい？あ、ボロくて築 4,50 年ぐらい経ってて、ほうほうほう、もうなんか木造で2階建てで、うんうん、すっごいボロい部屋だったんですけど、家だったんですけど、はい、でそこで私が小学校1年生の頃に、
あの夜寝てまして、はい、頭の方にあのキッチンに通じる戸があったんですね。ほう。でそこがいつも閉めて寝るのに開いてたんですよ。あの夜目が覚めて、はい、目が覚めて開いてまして、はい、そこにあの男の人の身長180センチぐらいの、あの人影、影っていうのかな、真っ黒い、はい、こうこけしみたいな感じで、こう影があったんですね、はい、でそこのキッチンの戸が開いてその影があって、うん、その膝ぐらいの高さっていうか、はい、そこからなんかあの水木しげる先生が描くような、はい、妖怪みたいなのありますよね。いっぱいあるあの一旦もめんとかカラカサとか、ほうほうほう、そういうのがその膝ぐらいの丈からわらわらわらって出てきて、ほう、あのキッチンの方から出てきて、ほう、私の布団をぐるっと囲んだんですよ。ほう。でその囲まれてすっごい怖くて、ほう、もう布団かぶって寝ちゃったんですけど、ほう、でなんかそこからすごい怖い、あのこの家怖いんだとか思い出して、うん、あのもう茶の間から一回茶の間に入ると、うん、茶の間の周りを囲むようにトイレとか寝室とかあったんですけど、キッチンとか、はいはいはい、もう茶の間から出れないんですね、怖くて、うん、で私2階の部屋で寝泊まりしてたんですけど、はいはい、2階からあの1階にトイレがあるんですけど、はい、1階のトイレまで怖くて毎晩行けなくて、うん、おばあちゃんを起こしてあのトイレに行ってたんですよ、はいはいはい、である日、まあ保育園の頃からそこに住んでたんですけど、はい、中学1年の時に試験勉強してる時に、はい、あのこたつで寝ちゃったんですね、はいはい、試験勉強しながら、はい、その時に名前を呼ばれて、うん、あの左の袖を引っ張られたんですよ、うん、おとわいおとわいって2回呼ばれて、うん、2回引っ張られて、うん、ですっごいその感触も生々しく覚えていて、はい、でその時金縛りになっていて、はい、で呼ばれた後にすぐ溶けたんでガバッと起きて、はい、なぜかまだ行かないよとか叫んじゃって、もうよくわかんないんですけど、うん、うん、でなんかそこの家に住んでる時に結構いろんな不幸が起きてまして、はいはい、でなんか親戚にあのなんだろうな、高齢術者みたいな人がいましてすげえ親戚だな。そうなんですよ、ちょっと、うん、青森なんでイタコ的な人がいまして、ほうほうほう、でその人に見てもらったところ、なんか私のお兄ちゃんが、うん、あの亡くなった兄がいるんですけど、はい、なんか私が羨ましくて、うん、そういう悪さをしてるんだとか言うんですね、うんうんうん、でも私は絶対それ嘘だとか思ってたんですけど、うんうん、なんかこのおばさんインチキとか思ってたんですけど、うん、でもなんかそういう怖いことが起きていて、うん、で同じ時間にあの夜寝ていて同じ時間に目が覚めるっていう現象も起きまして、うん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 、で毎日同じ夢を見るんですよ、はい、あの私がぬかるみを走っていて、で走っているとなんかすごい鬼に追いかけられるんですね、うん、で鬼に追いかけられてぬかるみを走っていて、うん、でなんだろうこのぬかるみって思うと、うん、それがなんか血なんですよ、うん、なんかそのドロドロが血まみれで、うん、でふってあこれ子宮の中だとか思うんですね、うん、夢の中で、うん、ですんごい鬼に追いかけられて怖くて目が覚めるみたいな状況もあって、うん、なんか才の河原みたいですね。あそうですね、うん、
すっごい怖くて、それを毎晩同じような時間に見てて、うん、でもうこの家に住みたくないとか思いながらも、うん、毎晩トイレにも行きたくなるじゃないですか、うん、でそれで毎晩おばあちゃんを起こしてトイレに行って帰りに階段って後ろ歩くと怖いじゃないですか夜。後ろ？あ後ろが怖いってことね。後ろが怖、闇がすごい深くて、はい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 、後ろから来ると何か来そうで怖くて、はい、無理やりおばあちゃんを後ろにして私が急いで前に行って、うん、階段登るみたいなことをしていたんですけどでも幽霊みたいなものは見たことないんですよ、はいはい、で中1の時に新しく家を建てまして、はいはい、そこに引っ越したんですね、はい、でそしたら引っ越して間もなく大家さんから電話がかかってきまして、うん、でその大家さんが、うん、なんかその娘さんが受験勉強するためにその私たちが借りてた一軒家の借家を、うん、に一人で住みながら受験勉強をしていたってことなんですよ、寝泊まりしながら。おでなんか私には話してくれなかったんですけど、お父さんかお母さん出してって言って電話がかかってきて私には話してくれなかったんですけど、はい、で父に代わったところなんかその家に出ると、うんうんうん、その女の子が、うん、私が寝泊まりしていた部屋で寝泊まりして勉強していたら、はい、そこちょっと引き戸だったんですけど、はい、引き戸から覗く女の人がいるとか、うんキッチンに縞模様の服を着た女の人が立つとか言ってて、うん、で私の亡くなったおばあちゃんが間違えてそっちに出てるんじゃないかとかいう話で、うん、いや私それはないなと思ったんですけど、うん、でも私が怖がってたのって本当にお化けがいたんだっていう、うんうん、私がただ怖がりで怖がってただけじゃなくて本当に幽霊いたんだとか思ってそこで信憑性が増しましたね。そうなんですよ、あれ私の勘違いじゃなかったんだと。うん、ただ私が子供で怖がりなだけじゃなかったんだとか思って。ちなみに小1でしょ一番最初のっけは。あ、そうです、はい。でそっから中学1年生で引っ越したわけでしょ。その6年は分かるわけでしょ、そのまあ記憶というか、はい、その間ずっと出たんですか、はい、なんかあったんですか。あ、なんかありましたね、はい6年お化け屋敷にいたってことですね。そうなんですよ、すっごい怖くて。で親とかおばあちゃんとかはなんか気がつかないんですけど私だけ妙に怯えていて。あ、まあまあ子供はねなんか見るとかって言いますしね。そうですよね。しかもその受験勉強って言ったらその大家さんの娘さん。そうです、はい。おいくつだったんですかその当時。私と同い年だったんですよ。あ、じゃあ中学受験ってこと。あ、中学受験です、はい。中学受験、中学になる時に引っ越したんですか、はい、新しい新居に。そうです、はい。じゃあちょっとその中学にもう行くよみたいなようなことで、まあ言ったら小学校6年生の時ですよね。そうです、はい。でじゃあまあ一人はじゃあまあ大戸愛さんは公立だけどもう一人は私立で、じゃあ引っ越すっていうのがあっても引っ越した後、はい、のそのまあ多分借り手もないだろうからそこでやってて、でおそらくその大家さんって何かそのお子さんいらっしゃいましたけどなんかそんなの見たとかっておっしゃってませんでしたみたいな相談をしたのかな、ひょっとしたらその安心材料としてここなんか出て私の娘がおかしいんじゃなくて、うんうん、そのあなたたち何か見てませんでした、ここずっと住まれてたしっていうようなことを確認したのかな。あ、そうだと思います、はい、親にですかね、はい。でもその前にも借りてる人はいるわけですよね。その前にも借りてる人いると思います、はい。ですよね。大家さんは多分変わってない。でも娘さんがいらっしゃる大家さんっていうことは親から代替わりでそこを受け継いでて管理を、はい、また管理がその親の代から自分に移ってるっていうようなことかもしれないですしね。その事実を知らないのかもしれないし。そうですよね、はい。そういうのもあるから
まあどういう状況でそうなってるかは分かんないですけど、じゃあそれを情報を得るところが音羽さんの家族にしかなかった、だから確認をしてきたっていう流れなのかな、うん、そうですね、多分その前の人ってどうなのか分かんないですね。ね、はい、小学校1年生から住んでたってことですよね。その前、私は保育園の頃から住んでました。じゃあ7、8年ぐらい。そうですね、はい、物心ついてからっていう感じなんですかね。そのそうですね、はい、その怖いっていう、その180センチぐらいあるシルエットから妖怪みたいなのがわらわらって布団囲まれたのが小学校先生ですよね。そうです、はい。あ、じゃあそっか、それをきっかけなの、何かが起こってそうなったのが、小学生、あ、こいつ小学生になったな、よしそろそろかみたいな感じでバーって出てきたみたいな、なのか。そうですね、ちっちゃい頃はそんな見たりで、 お父さんだとかお母さんだとか、その他のご家族は見てないわけですよね。見てないです、はい、全くもって、はい、言うたら子供だけが怖がってるっていうような状況なわけですよね、うん、だから私が怖がりなだけなんだとか思ってたんですよ。なんかその家、その周りにも家あるわけですよね。あ、あります。で小学校とかの、はい、その ありましたね、その、はい、近所の同級生いたりとかってあるわけですよね。はい。ちなみにその小学生時代とかってオカルト結構流行るじゃないですか。まあ、流行りますね、こっくりさんだとか、なんかその占い系だとか都市伝説系だとかって流行るじゃないですか。流行りますね、はい。でも一切参加できないんじゃないですか。あ、参加できないです、はい、怖くて何か寄ってくるかもしれないみたいな、うん、怖くてできないです。あ、じゃあ参加はできない。あ、できませんでした、はい、無理くり参加しないといけない状況に陥ったりすることなかったですか。あ、ありましたよ。その時はどんな感じなんですか。いや、なんか無理やり、うん、なんかやらされそうになったんですけど、ちょっと周りでこう引いて見てるみたいな感じで、うん、あ、まあ、参加してるようでしてないっていう感じ。そうですね、はい。はあの、で近所の友達とかいたでしょうけど、その周りでなんかそういったような、私この間こんなん見てさみたいなことは特になかったんですか。地元で有名な例えば心霊スポットだとか、はい、なんかそういったような話とかっていうのとかって、なんかあれこの話なんか聞いたことあるっていうか、むしろうちに出るみたいなやつとかはなかったですか。心霊スポットはありました。すごいなんかテレビも取材に来ちゃうような。杉沢村じゃないですよね。あ、違います、違います違いますはい、違いますけど、はい。おまあでも青森、まあ青森多いですからね、結構ね。そうですね、白鳥寺が結構有名だったり、一時期流行ったような場所なんだろうな、多分な。ああ。まあ、ひょっとしたら土地柄みたいなようなものもあるのか、その建物なのか。 ありますね、火葬場とか近くにあったし。あ、何かしら関連してるかどうか。でも出てくるもんがね、はい、なんかこう異形なものでしょ。そうなんですよ、人っていう感じではないじゃないですか。なんかもう見るからに妖怪というか。そうなんですよ、はい。それが子供の中の想像の産物なのか、うんうん、だから完全に覚醒してる状態でもそういうことがあるわけでしょ。そうです、はい。なんか普通に普段生活してる状況でも。そうです、はい。だから音は音はってこう2回引かれた時っていうのとかは完全に覚醒してる状態。そうですね、はい。あ、でもそういう時こたつで寝てたのか。こたつで寝てました、はい。まあでも引っ越したからね。でその後そいつらを連れてきたみたいなことはないわけでしょ、新居に。新居には一段のカーペットが、はい、もぐらでも潜ったみたいにモコモコってなったことはあるんですけどあの机とかベッドとか置いてあるんで、はい、カーペットが浮き上がるってことはありえないんですけど、まあね、うん、よっぽどのなんか手抜き工事じゃない限りそうですよね、うん、
その時はもう家族中起こして見せましたけどね、その跡が残ってたんで。あ、そのたわんでしまったカーペット。はいはい。ほー、そいつ来たとこ、こう下から来ようと思っていっぱいわらわらわらって下にいたけど、ダメだなここ、つって帰ってた。そうかもしれないです。はいはい。はー、うーん、お化け屋敷ね。はい。いや、なんかちょっとその大家さんの言うことで信憑性が増したっていうことが。そうですね。 その、うん、その後はまあ多分出たんでしょうけどね。まあそうですよね、うん、ちなみに友達うちに連れてきたことあります？あ、あります。なんか言ったりしてないです？いや、なんかすごい薄暗い部屋だったので、うん、家に囲まれてすごいなんか影になってるような北向きの、あ、もう見るからに怖い、気持ち悪いなっていう家だったんですけど。あ、なるほど。じゃあもうサイドにあって日の光もなかなかあんま入ってこない感じ。そうです、はい。あ、もうドア扉開けたらすぐ横家みたいな。そうです、そうです。ああ、そうか、そういうことか。じゃあジメッとしてる感じではあるんですね。そうですね。しかも建物も古いし。そうです、はい。すげえな、100パーフェクトだな。そうなんですよ。すっごい子供ながらに早く引っ越したいなとか思ってて、怖くて怖くて、うん、はあ。いや、でもなんかそういった子どもの時の記憶というか、はい、しかもね、記憶違いと思ったらそういう同世代の女の子も体験してて、ましてや親がそれを相談しに自分の親に連絡するっていうのは、はい、よっぽどのことじゃないとないですからね。そうですよね。はあ、その時に多分 お父さんお母さんしか、もうそれ電話かかったのお父さんでしょうけど、はい、やっぱり娘が言ってたのマジやったんやって思いますよね。思ったのかな。ごめんなとは言われてないでしょうけど、うん、そうですよね。今までごめんなとは言ってないでしょうけど、うん、超怖い怖いって言ってたんですけどね。うん、まあでもそんなんですからね、大人はね。僕だったら、え、何が見えたらちょっと絵に描いてみるかとかって、もしよかったらスマートフォンで撮ってみないかとかっていろいろと提案をしますけど。そうですね、うん、なんだなんだと、ね、急に色めきだっちゃいますからね、はい、そんなんがあったらね。はい、あ、いや、でもちょっと貴重な体験というか、なんか子供の頃になんか夏目友人帳的な感じの。そうです ね、 ね、体験ではありますね。そうですね、危害を加える感じはなんかこう聞いててはないなかったから。ああ、そうですよね。ね、なんかこう子供と戯れたいのかなんなのか、はい、ね、そんな感じはあったでしょうけど、まあそんなもんね、うん、6年もなんかちゃんと、じゃあそれだったらはっきり言えって話ですからね。そうですよね。ね、意思表示をあんまりしてこないから、はい、ね、困るわけですけどね。そうなんですよ。ね、いやいや、いや、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、また何か、すみません、はい、また何かありましたら。はい、ありましたらよろしくお願いします。はい、はい、すみません。はい、どうも。はい、失礼いたします。はい、はい、いらっしゃいませ。もしもし。はい、こんばんは。はい、こんばんは。音大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、はじめまして、ひよこと申します。ひよこさん、ひよこさん、はい、ちょっとマイク少し離せます？はい、これくらいですか？あ、オッケーオッケーオッケー。はい、なんかすげーガッサ、すげーガッサガサピーっつったけど本当に音大丈夫ですかね？多分大丈夫。ガッサガサ消えた。はい、今は大丈夫です。個人、はいはいはい、はい、ではではでは、個人的に怖かった話なんですけども、はい、私昔から山とかに入るのが好きで、うん、神社とか、はいはい、落ち込んだ時とかよく行ってたんですね、はい、で、まあ、家族とちょっと仲が悪かった時に、はい、もういいやって言って家出をしたんですよ。お、山に行こうと。お、 山行こうと。ちょっと山の中でちょっと頭冷やそうかなって思って、はいはい、でその時よっぽど頭に血が上ってたのかよくわかんないんですけども、はい、なんかどんどん上の方に行ってたんですよね、うん、サンダルとかで全然軽装なのに、ほう、後から思い返すとちょっとおかしいんですけども、ほう、なんかおいでおいでって頭の中に聞こえてたんですよ。
そのなんか導かれる感じで呼ばれる感じで。そう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 。なあぶね。順調かなって今思うと。ただその時は本当にその声だけが頭の中に響いてて、はい、行かなきゃ行かなきゃって思ってて、はいはい、どんどん上に行くんですよ、はい、もう獣道みたいな道なき道を行ってて、はいはい、である場所について、はい、ここから降りれば助かるって思ったんですね。何から助かるのか分かんなかったんですけど、降りれば助かる、はい、はい、で踏み出そうとした時に、はい、やめなさいって後ろから言われた気がして、はい、でハッとして足元を見たら、うん、断崖絶壁なんですよ。おお。って思ってゾッとしちゃって、はあ、あの下の方コンクリートなんですね。下コンクリ？あの断崖絶壁の下がコンクリっていうか石っていうか、うん、とにかく固い場所で、うん、飛び降りれば助かるって思ってたんですね、その時の私、うん、もうザーって鳥肌立っちゃって、うん、周り虫の声とか鳥の声とかも全然聞こえないし、うん、ちょっとやばい帰らなきゃって思って、はいはい、頑張ってそのサンダルで山降りたんですけど、はい、足ガクガクで。そうだろうね。何だったんだろうっていう。お、普通に降りれたの？あのその断崖絶壁と逆の方向に、うん、まあ、来た道を戻って、うん、滑り降りかけながら、うん、たまに落ちかけながら木とかに捕まって降りてやばいんですよね。それをおいでおいでのなんかこの声に呼ばれる感じでただひたすら山を登ってった記憶って特にないんですか？なんか山を登ってた記憶はあるんですけど、うん、登ってることに集中しすぎてて、うん、登らなきゃ登らなきゃみたいな行かなきゃって思うんですよ。うん、それは残ってるんですね、行かなきゃ行かなきゃっていうのは、はい、ただその時自分が、うん、なんていうのかな、ちょっと変な言い方になっちゃうんですけど自我がないっていうか、まあ取りつかれたような感覚っていうか、うん、はいはい、とにかく行かなきゃみたいな。その山っていうのとかは何かそのちょっとまあ言うたらな霊山だとかなんかそのなんか例えば神社があるだとかなんかあるとかっていうちょっと話があったりっていうのは山だったりするんですか？特にはないんですよ。特にはない。地元が神社がやたら多くって、はあはあ、あの途中で石段が途切れてるとことかあるんですね。はいはい。これって上に神社あんのかなとか思ったりして、はいはい、もう途中まで行っても何もなくって、その神社はないんですけど、うん、山の裾のあたりにちっちゃい鳥居がいくつも連なってたりするんですよ。ほう。あ、でもそういう山岳信仰の山っぽいけどな。ですかね。うん、山をこうご神体としてっていう神社とかは、まあね、うん、いっぱいありますし、もうそもそ も, もう名前が完全に、はい、わこれ山上さんじゃんっていうのもありますしね。ですよね。うん、そういうのとかだとなんかこう、でもこれだからこう、はい、ちょっとこんな辛い気持ちとかなんかそういったような時って言ってましたよね、なんか。はいはいはい。それでおいでおいで楽にさせてあげるよっていうののそれだったら相当いやお前さって相当怖いっすよね。やばいですよね。でそのおいでってこう頭の中に入ってきたそのおいでとやめなさいって言った声っていうのは覚えてるんですか？はい、あの声覚えてるとは。それは
一緒だったのか。いや違います。ですよね。だよね。で今ちょっと思い出したんですけど、うん、その登ってった山っていうのが、はい、私の氏神様の神社を後ろにした場所にあって、はい、はい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 、その氏神様を背中にしながら私が登っていったんですよ。はあ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 。内神様の方から声がやめなさいってかけられたみたいな感じだったんですよね。はあ、その形的に。そうそうそう。じゃあ呼ぶものと止めるものっていう感じ。はい。はあ。ちゃぞっとしたんですよ、あの下を見た時。いやだってもう言ったらそっからもう落ちたらヒョーンでしょ。そうですよね。もう頭パーンで味噌汁が出来上がっちゃう感じのねえ、ま、味噌汁もんじゃじゃない。黒いですよね。ねえ、もんじゃできる前ですよ。そうですよ、うん、あの多分あの明太もんじゃですよ。はい。ねえ、プチプチがプチ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 ってあるやつ。あれがあ綺麗なもんじゃっていう。はあ、やばいですよ。ねえ。はあ、そうか。いやでも言うたらこう神様だってこうねえ、まあ荒神さんもいるのでしょうけども、はい、そのまあひょっとしたらこうそんなに辛いんやったらっていうような、まあ手を差し伸べてくれたのかもしれないけど、差し伸べ方がかなり、ちょっと極端すぎたっていう。考えてますよね。ね、ひょっとしたらなんかそんな感じもまあしないでもないけども、まあ危ない。本当にこれは、言うたら階段チックだし九死に一生ですよね。あ、ですよね。いやもうね、僕もう完全に高所恐怖症だから、10メートル以上、まあ、3メートルか、3メートルでもファーってなるから。はい、いやー怖いね。まあそれがあってから、うん、何をどう間違えたのか、うん、めちゃめちゃ山の上の神社に私がハマるようになっちゃって。あ、なんかこう 逆にですかね。そうそうそう。ああ、この前も地元のあの新しい社が作られる前の、うん、古い山の上のちっちゃい祠みたいな社に登ってきて、はいはいはい、滑落しそうになりながら。危ねえな。ちなみにですけど、多分無理だったら無理っておっしゃっていただいていいんですけど、はい、それ起こった山って僕だけに教えることってできます？あー、できますよ。いい？多分ね、僕ほら、あ、僕あのご存知か分かんないですけど、あの深夜にいろんなとこ行ってるんです。はい、行ってます。あ、でちょいちょい神社もあったりするじゃないですか。なんでね、雰囲気ある神社とかにね、ちょっと行ってみたいなっていうのもあったりするんで、なんかすごく聞いてたらきっとなんかあるんだろうなっていうのか、もしくは誰かが何かをしたりしたのかなとか。ああ、ちょっとそこまで有名な場所ではないし、はいはい、本当にいろんなちっちゃい神社がちらほらある程度なんですけど。 いいですよ。いいです。この町です。ああ、なるほど、そっち側。はい、はあ、はあはあはあ、いいですね。山だらけですね。山しかないですよ。素晴らしいですね。はい、でもまあ自分は気に入ってるんですよ、この地域。あの昔そこの、まあ、今あの秘境って言われてるんですけど、はい、あの地図上にも秘境って出てるぐらいの。そうなんですか。秘境があって、で、はい、まあそういったのに、人たちが結構有名な場所、まあそういう人たちに知られてるというか、田んぼをする人たちとかに知られてるとこがあって、はい、そういうもう本当にすっごいぐちゃぐちゃの湿地みたいなところ、もう川沿いのもう苔むして、ここをパッて見たらトトロっていうぐらいの、そういう場所とかにポツンってお社があったりとか、昔の、はいはいはい、あするんで、人がここに昔住んでたんだねっていうような跡とかがあるんですよね。
僕も結構好きな土地なんで、おすすめですよ。この町本当に民間信仰みたいなやつが多くて、ああいいですね。いやちょっとあんまり出てこないんですけど、うん、あそうなの。民族資料館とかあるんですよ。はいはいはい。そこに行ったりすると町の伝承とか歴史とか記録とか残ってて、はいはい、ほうほうほう。独自に神社マップも作ってみたりしてたんですけど、わ素晴らしいですね。めちゃめちゃ楽しいですよ。いや俺もね、あと日本の多分2000箇所ぐらいの廃墟心霊スポットをよくわからない秘境神社マップ全部自分で作ってっから楽しいですよね、あの作業。素晴らしいで、特に今おっしゃってくれた県、はい、あのすごいことになってますよ。何ですか。見たい。すごいよ、ちょっと送ろうか。あ、お願いします。これはこれでこれだから、この URL を知ってる人は見ることができるから、これあの人にあんま送んないでね。はい、はい、これねあれなんだ、これあの一応秘密の地図だから、ちょっとねいい情報を教えてくれたので、ちょっと御礼として、御礼というか御霊というか、これがこれでいいのかな。どこでこれチャット打つんだこれ。おーい、よいしょ、あれチャット打てないなこれ。あれ、んスカイプの左下の、そうでしょ。で、あ俺承認しなかったわ。ここにね飛べばね見れますよ。どこどこ、送りました。送った。ちょっと来てないですね。あど、なんでだろう。コンタクト追加してないからかな。今ねコンタクト追加した。あちょっと待ってください。今チャット来ました。あれ俺にはチャット来てんだけどな。おかしいな。まあ多分うん来るんじゃないかな。はい、うん、じゃあちょっと後で見てみます。ちょっと見てみてください。はい、面白ですから。はい、ありがとうございました。はい、じゃあちょっといつか行こうと思います。はい、お願いします。ありがとうございます。失礼します。はい、どうも。はい、いらっしゃいませ。あ、もしもし。はい。あ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。線路の謎あたりから見てるんですけど、ちょっと緊張。線路の謎？線路の謎。線路の謎。今ちょっとね、おっしゃってて勇気がどのこうのつって、ちょっと僕も勇気を出して。ありがとう。線路んちくだはもうゴリゴリ初めて見たのは、ただのゲーム配信ってことでいいんですね。そうですね。そうですね。ある意味怖かった配信ですよね。はい、まあ飛龍の剣とかもやられてた時とかもすごく怖かったんですけど。すごいですね。あれはもう僕はね、はい、ギブアップしましたが。はい。だそのあたり、ちょっと犬事件とかも生で拝見させていただいたものなんですけど。え、はい？犬事件生で見てたんですか？はい。え？ちょっと待って。じゃあもう、はい、8年ぐらい見てるってことでしょ？そうなるんですかね。ちょっと時期わからないんですけど、俺がもう二度とするかボケっていうか48時間放送ですからね。あ、たまたまピッて見てたんでしょうね。はい、まあ勇気を出しました。いやーすごい、なんかもうこんなに時間が経ってやっとこさもう勇気なのか何なのか。いやいや、ありがとうございます。いや、とんでもないです。いや、お名前じゃあ聞いていいですか。
奥田と申します。奥田さん、ひらがなですか、漢字で。あ、漢字でお願いします。奥田さんで、はい、はい、ではでは、はい、奥田さん、緊張しますが、はい、よろしくお願いいたします。まあね、本当 いつもの僕ですから大丈夫ですよ、はい、これがあの話してて、はいはい、へえ、あざしたとかって言ったら、これもう多分もう多分しかまねしか転がらないと思いますけどそうですね大事大事、はい、じゃあ、はい、始めさせていただきます。お願いいたします。はい、僕ちょっと家庭の事情で中学校3年生から一人暮らしをしてたんですね。はい、はい、それで、まあ、その時もうテニスが大好きで大好きで、ほう、どうしても受験の時でもテニスのある程度強いところに行きたい、その一心で勉強バカだったんですけど勉強させていただいて、はい、ある程度テニスの強い高校に、まあ、入学できたんですけど、はいはい、でもまあ一人暮らしだったんで、まあ、朝起きれないんですよね、うんうん、それででもテニスは好きっていうなんかすごく変な感じだったんですけど、はい、で午後に起きる生活、はい、だ部活だけは毎日行くんですけど、はい、授業は全く出なかったんですよ、はいはい、そうしてある時担任の先生に呼ばれまして、うん、お前単位あとほとんど取れてないから留年するぞってバカだったのは留年って言ってもピンとこなかったんですけどすげえごめんなさいね口悪いですけどすげえバカですねバカ留年が分かんなかったらちょっとやばいかな、分かんなかった、だからそれ言われてもあんまり行かなかったんですよそしてもうまた谷尾先生に呼ばれてお前ふざけんなと、はい、なんで来ないんだと、はい、すいません、留年するからねって言われて、うん、でも僕部活は真面目に言ってたわけですよ、はいはいはい、だから部活の方の担任先生にはすごく優等生で、うん、通ってたので、はい、じゃあ、まあ、そのことを、まあ、部活の担任に相談したら、はい、あテニスの成績は、まあ、ある程度残してるから、うん、俺が助けてやると、はい、ははは、その代わり、うん、まあ、補習なり全部受けろ、今からギリギリ毎日学校行けと、うん、その代わり条件があると、うん、まあ、うちの学校の寮に入れほうって言われたんですよ。あ、じゃあやっぱ部活が力入れてる学校なんですね。でそうですね、はいはい、でその寮っていうのが本当は僕普通科だったんですけど、はい、体育科しか入れない寮だったんですよ、はいはい、それで、まあ、特別に俺どうにかしてやるから入れと、はい、でその話が決まった途端に、うん、僕のクラスに知らない、まあ、知ってるわ顔は知ってるんですけど、うん、全然面識のない先生がちょっと話しに来るんですよね、うん、あお前か寮に入るやつは、はいはい、あはい、あそこやばいからなはい本当知らない先生だったんで分かんないです何言ってんだこの人と思っていやなんかリアルなはいだったな今の今もう一回いいですかあそこ出るからなえはい演じちゃいましたねごめんなさい緊張しちゃってるからいやでも多分今のはいや今そうそれだと思いますよははいだと思いますよあそうですああ恥ずかしいですけど、はい、いやいいですけど全然大丈夫ですけどほうで俺さ見回り行った時に入って1階が野球部のメンツが入ってるんですねほうほうで2階に普通の、まあ、陸上部のハンドボール、まあ、テニス部はいはいで1階の時も見回り行った時によっつって前から上半身だけ浮いてんだよはあはあでやべえと思って振り返ったら下半身があんだよっつってはあつってそれでテケテケテケって来んだよっつってほんで間に挟まれたから俺103の生徒にバンバン助けてくれっつってはあ、つって間に入って助かったんだよってはあああこれテケテケってやつだなって僕は思ったんですよああビビらせに来てんだなと思って先生、うん、ああそうですかっつってああみたいにそしたらまた違う先生が来るんですよ、うん、また面識のない、うん、あお前かっつって、うん、あのよっつって寮に入るのはいいんだけど、うん、12時過ぎたら学校の方来んだよえ
はい、ちょうどあの、まあ、寮なんですけど、校舎内っていうんですか、校舎っていうか、なんだろう、まあ、学校内にあるんですね。つながってるんですか、なんか。なんか、つながってる感じです。奥に今、寮があって、まあ、学校、校舎があって、みたいな。端っこの方にあったんですけど、あの寮が。はい、っつって、あ寮、はい。おはい、まあ、まあ、なんだ、ランニングとかいいんだけど、はいはい、校舎の中な覗いたら入んなよ。はい。なんでか分かるかって、答えまで教えてくれるんだと思ったんですけど、うん、あの、下駄箱のところに、うん、あの自動販売機が10台、バン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 ってあったんですよ。お 確かにあの、入学した時から数多いなとは思ってたんですけど、はいはい、あの、はあ、ありますねって話したら、裏鏡なんだよ、うん、そこに鏡をつけた途端に生徒が事故ったり、うん、あのなんか吸い込まれたっていう頭おかしいやつがいたり増えたから全部自動販売機隠したんだよ、うん、はあ、だから絶対見んなよっつってまた行っちゃったんですよ。鏡を取れよ全くその通りなんですよね。僕も同じこと思ったんですけど、うん、ああそうなんですか、また先生ビビらせに来てって、うんうん、でまた違う先生来るんですよ、うん、しつけえなと思ったんですけど、うん、まあ、まあ違う先生なんて初見なんで、あすあどうもっつって、うん、またお前かっつって、で学校の裏に、まあ、流れるプールと、はい、ウォータースライダーがある中規模ななんかファミリープールみたいな施設があったんですね。はいはいはい、その時にこれ本当にあった事故で、あの男の子があの排水溝の中にあの吸い込まれて亡くなっちゃった事件があったんですよ。その事件があってから、うん、夜にキャ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 声がするようになると、うん、はい、だから夜中にそのプールの方にフェンス乗り越えていくなよって。はい、わかりました、じゃあなって。まあそれでまあ寮に入ることになったんですけど何だったんだろうと思って、はい、すげえな、しごきかな、わかんない、僕の嫌がらせすごいななんて思ってて不安だったんですけど、まあ、普通にまあ寮に入って、まあ、お化けよりもやっぱり体育科の生徒しかいないんで、やっぱり締められたりするのかなとか怖かったんですけど、はいはい、まあ、部活も頑張ってるってことで別にそういうことなく、うん、普通に過ごせて、うん、とあるそれで夏休みに入ったとある日に、うん、あの、ちょうど野球部が違う県の高校と対抗戦だってことで遠征に行ってていなかったんですよ、はい、で夏休みなんで他の部活の地方から来てる方も、はい、あの、まあ、実家に帰ってていなかった、 いるのは僕とサッカー部の生徒と、まあ、ハンドボール部の生徒3人だけで、はい、寮長もいなかった。で僕は次の日テニスの大会で、うん、ちょうど部活と、並行してあのテニススクールに通ってたんですね、はい、それが、まあ、夜の10時11時に帰宅になるぐらい遅かったんですけど、うん、その日に限って、まあ、次の日大会で、まあ、熱が入ってたのか分かんないんですけど、ガットがラケット2本全部折れちゃってなくて切れちゃったんですよ。あら、あやべっ、参ったな、まあ、夜遅いし困ったななんて思ったんですけど、まあ、結局払わなくちゃいけない、うん、で学校 その寮の目の前に、うん、あそのハンドボールコートとテニスコートがありまして、うん、その奥にそのガット張り機っていうのがある6畳ぐらいのプレハブのちっちゃい1階建て の建物があるんですよ、うん、ポツンと、はい、でそこに11時過ぎに張りに行かなくちゃいけないことになって、うん、まあ、やべえなと思って、まあ、テニスクールが彼とハンドボールの男の子がいて、お疲れっすって、お疲れって、あのガット切れちゃったから今から張りに行くんだっつって、うん、一緒に来てくれないっつったら、いや怖えんで嫌ですよ、あだよねっつって、じゃあ一人で行くわっつって、うん、サッカー部のやつはっつって、あもう寝ちゃってますっつって、あそうなんだ、じゃあお疲れっつって、うん、でまあ学校も真っ暗だし外も真っ暗なんで、うん、月明かりを頼りに一人でラケット2本持って、うん、この小さいプレハブに行ったんですよ、
でその小さいプレハブっていうのは人が通れる窓が2面と、うん、あの普通のなんだろう顔を出せるぐらいな2面、うん、まあ、計4個あって、うん、やっぱり外が見えてガッと張るの怖いなと思って全部閉めたんですよ、怖いんで、はい、それで無音は怖いなと思って閉じた。先生が多分ビーズファンだかなんかだったんで、うん、あのカセットテープがあったんですね、はい、それを A 面巻き戻して、まあ、一発目カチンっつって、うん、でまあ、ラブファントムかなんか、まあ、前奏が長い曲だったんですけど、うん、あのちょっと怖いなと思いながら、うん、ガットを一本取り出して貼り始めたんですね、うん、でラブファントムも終わって、まあ、外しの女神かなんかで、まあ、アップテンポになったんで、あ、ご機嫌だなと思って、うん、ちょうどガットの縦が貼り終わったんですね、うん、でちょうどその頃、まあ、気づいたら、まあ、集中してたんでビーズもスローバラードみたいななんかアロンかなんか流れてたんですよ、うん、あ、アロンか、あ、ちょっとテンポちょっと遅いから怖いなってまた思い出してきて、うん、それでそのテニスのラケットの横を張り始めた時に、うん、ゴンゴンって音をしたんですよ、はい、あ、やべ、野球部のあのバカがまた俺を脅かしに来たんだな、うん、あれ待てよと、あれ野球部今日遠征でいねえな、誰がこの落ちてんだろうな、うん、あ、ハンドボールやつ寝ちゃったしなと思って、でパッて横見たらさっき閉めた後のカーテンがあの20センチぐらい開いてるんですよ、うん、あ、なんで開いてんだろうなと思ったら、あのそのボンボンって下の手だけが浮いてるんですね。ほう。で、スッていなくなったんですよ。うん、あ、やべえもん見ちゃったなと思って。うん、あ、でも疲れてるからいいやと思ってシャッて閉めたんですね。うん、何もなかったように、うん。でも怖いじゃないですか。うん、あ、怖いなと思って。まあラケット1本も、まあ、張ってからちょっと考えようかなってで残りの横も張り終えて、うん、あ、よしってで人間慣れっていうか怖いなと思うのが1本で終わろうと思ったんですけどもう1本張ろうと思うんですよ、うんうんうん、ついでだから何もなかったし張ろうって、うん、で2本目張り終えて、まあ、何もなかったんでよかったなと思って、うん、また寮に戻って、うん、でお風呂入ってなかったんですよ、はいはい、あ、ちょっとお風呂入りたいなって、まあ、潔癖症だったんで、あの、うん、入りたいなと思ってで一人で入りに行ってお風呂に入りに行く途中にあの洗濯機が3台ボンボンボンって並んでるんですね、はいはい、で使用中はあの使ってるやつのカゴを置いて、うん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 、俺あの終わったらそのカゴに入れて次のやつ使っていいよみたいな感じで、はい、で案の定寮、野球部も誰もいなかったので、うん、みんなカゴもなく洗濯機も蓋が開いてる状態だったんですよ、うん、あ、そりゃそうだなと思って、うん、でも怖いからもう早く入ろうと思って、うん、まあ、普通に脱いで入って、で怖い時のお風呂ってメインイベントが顔で最初に来るじゃないですか、うん、シャンプーとかで、うん、まあそれが終わればまあ耐えられるなって思って頭洗って、うん、あ、何もなかった、ちょっと勇気出して顔行こうってで顔洗ってた途端に、うん、またボーンと落としたんですよ。で何だろうと思って、あ、洗濯機のあのカゴ落ちたんだろうなってよくあるんで、はい、あ、脱水の時に、はい、あ、でも蓋開いてたなと思って、うん、やべえなと思ってまあ振り返ったら、うん、なんかまあ、雰囲気はイデラッキョさんが僕の方に走ってきて僕をすり抜けて壁をすり抜けていったんですね。おお、なんだなんだ、イデラッキョさんが俺ついに、ね、抜けてったなと思って、あ、でも、まあ、さっきのマルチ疲れてるからなと思って、まあ普通にまあちょっと下真似、まあ、軽く洗ってパパッと逃げるように風呂場行って、うん、風呂場逃げて、うん、部屋に戻って、うん、そしてフランも部屋に戻って
落ち着いてたらプールの方からキャ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 って、ああこれだ先生言ってたのっていう声が聞こえてきたんですよね、はい、あ亡くなった男の子の声がするって先生言ってたなって、おうわーマジか今日来るって今日3つ目だよみたいな気持ちでいるんですけど大盤振る舞い大盤振る舞いもうなんあーやべえなって、で CD を怖いからつけてヘッドホンかけてもう寝ちゃおうって足早いから、うん、そして CD をポチッと押した時に、うん、ならないんですよ、うん、で、なんねえなと思った瞬間に、うん、なんか知らないけどヘッドホンの中から、うん、おいっていう声が聞こえたんですよね、うんうん、そっから記憶はないんですよ、はあ、その日の、はあ、で、朝アラームが鳴って起きて、うん、いや、夢だったのかなって、あんなことあるわけねえよなと思って、うん、まあ、じゃあもうこんな時間だし、歯磨いて、うん、行こうって、行かなくちゃ大会にと思ってたら、うん、ちょうどその昨日喋ったハンドボールの子がいたんですよ、はあ、で歯磨いて、うん、あおはようっすおはようっつって、先輩ちょっと勘弁してくださいよって、はい、な何昨日誰とテニスしてたんですか、ええいやなんか女のまだ連れ込んだんでしょうみたいな、寮にダメっすよみたいな、いや連れ込んでないし何もテニスやってないよって、はあえ なんでっすか、いやずっとポンポン一人で打ってたんですかって、打ってないってずっとポンポン聞こえてて思ってるなんか先輩動いてましたよはぁ、いや昨日だラケポンポン打ってたらテニスのラケットに一球でも打ったら手にボールの毛がつくから、それでちょっと俺はやってないってこと証明するわって言って、昨日ガットを張ったばかりのラケットをパッて出したら、うん、まあ毛がついてなかったんでよかったんですけど、うん、およかった、そのよかったんですけど、なんか知んないですけど僕はテニスしてたっていうお話です。以上です。その量は何知らないですよそもそもこれ先生たちが言っていないものもいっぱい出てきてるよ。だからわけわかんないやつだからねはあ、これ5つ目っていうことは自分が知らないのも含め5つあったってことでしょ。1日で ありましたね扉バーンと、あ、窓バーンでしょ、窓バーンですね、ま、窓バーンと井出らっきょうと、井出らっきょうさん、はい、キャッキャッキャーと、キャッキャッキャーですね、で、おいで終わったと思ったら見知らぬ俺が女の人とテニスをしているという最後の一つ目でしょ。女の人かなんかわかんないですけど、はい、誰かとテニスしてたっていう話ですねすげえとこだなはい、いろんなことがそこで起こってて、はい、言うたら、はい、そのまあ子供がそこで亡くなったというような、はい、それは調べたら本当だったんで、うんうんうん、それだけは本当なんですけど、それきっかけなのか、それからそれまでもずっとそういったその寮にはあったのか。寮にはあったらしいんですよね。で他の陸上部の生徒だけ同じような目があってて、同じ目で、はい、そこの部活と 部活あ、体育科、はい、の人たち、体育科の寮ですよね。そうですね。で、まあ、テニスだ野球だ、はい、なんだサッカーだ、なんかいろいろあるんでしょうけど、はい、もう大概それも周知の事実なんですか。先生から聞いた話 そのテケテケの話はみんな知ってましたけど、はい、あとプールの男の子もみんな知ってました。 あとは知らなかったのか、まあ、何なのか分かんないですけど、でもある程度火の玉が飛んでたとか、うん、なんか変な人に追いかけられたとか、そういうのは個別にいろいろありましたけど。テケテケ追いかけられるっていうのはその先生のみなんじゃないですか、他の人も。そうですね、いやその先生がその話をまあ喋りまくっててみんな知ってる、うん、
話だったっていう話で、見ては誰もいなかったですね。ということは基本的に体験してるっていうようなので、まあ、言うたらその男の子がそのプールでなんかこうキャッキャ言ってるっていう声は聞いたことあるっていう人たちはいるけども、その他目視で何かがいたみたいなことは、は僕と陸上部とその先生だけですね。っていうか一人、まあ、臨時で入ってる形でしょ、まあ、寮長っていう、まあ、野球部の顧問兼寮長っていうのと、うん、たまにそのなんだその寮長が追い出しないように、うん、その野球部のもうちょっと上ランクの人が、まあ、見に来るみたいな。見に来る、見に来るっていうか、まあ寮長が悪いことしてねえかなっていうように。いや、あの奥田さん自身が寮に入ってるのって臨時じゃないですか。ああそうですね、臨時措置じゃないですか。はいはい。そんな人がその一日で全部あとは別に僕は何もなかったんですけど、その日のみ。はい。はあ、でも夏でしょ。夏ですね、ちょうどお盆過ぎたあたりです。なんかすっごい、なんかぴったりの時期にぴったりの体験してなんか、まあ、運がいいんだか悪いんだかねえ、はい、まあいいっちゃいいんでしょうけど、はい、それ以降何もないんであれば、はい、ねえ、一体全体それも何だったのか。はい、その学校を知りたいところではありますけどああでも、もともと貝塚のところをなんか掘り起こして、学校にして、なんか変な形なんですよ。山を登って下るみたいな感じの高校だったんで。そういうとこありますよね。はい、うん、昔その学校で、なんか出るっていう言ったその福岡の時かな、はい、福岡の人が喋ってくれたやつも本当山のちょっと上とかにあって、すぐ近くはなんか墓かなんかあって、はい、うん、途中で首吊り自殺があって、それを生徒が発見してみたいな。あ、全く一緒のことありましたね。え、そこ、え、そこじゃね？いや、深くじゃないですけど、ちょうど山を登ってまた登った分下って校舎みたいなところだったんで、ちょうど山のてっぺんらへんに首吊りが何件か、やっぱり名所ではないんですけど、あって、はい、はあ、いや、すげえなー。じゃあそのまあ何にもないならね、その他の人も何かその奥田さんがいる頃に、あ、今日こんなことあったよとかっていうこともなく、だから陸上部のやつが火の玉に追いかけられたとか、そういうことはあったんですけど。なるほど、それはそれで、はい、それはそれで、 あとは特になかったですね。でその体験をした後には火の玉見てさって言われても、うん、地味だなってなる。いいな、ね、いや、イデラッキョはちょっとね来ないんでいいな、ね、イデラッキョの頭だったかもしれない、火の玉はそうかもしれないですね。ね、はあ、いや、ありがとうございます。いや、とんでもないです。いやいや、本当重い腰を上げていただきましてはい、緊張しました。はい、またね、なんかありましたら。ありましたらよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。すいません、失礼いたします。ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい。